じゃあ参りましょう、えー、ようこそ、ミラコイの部屋へということで、オーストもうすぐ切ってしまいましたね、朝日スーパードライジャパンラグビーチャレンジシリーズ2022、ジャパン 15VS オーストラリア A ということで、オーストラリアってこいたオーストラリア A ということで、えーと、あさって、 行われます、えー、ともういろんな人がツイートしててね盛り上がってきましたねという感じなんですがまたこの速報系なんでちょっとあの特に資料作ることなくなんか見て思ったこととかをざっくばらんにお伝えしたいと思いますどうなんすかねこれ1本目だから1.2本目って感じかななんとなく個人的には1.2本目だからえっ、ー、と もう分かんないんですけど、えー、とサモアとかこんな感じになるのかななんて思いましただから、えー、とやっぱり本チャンの時に、えー、アルゼンチンとか、えー、イングランドにはやっぱり本気で向かわなきゃいけないってなっ,たなってきた時にやっぱスタメン全部全試合、えー、同じメンバーで行くとやっぱ、ね、前回の反省もあってあの疲れが。 っていう疲労度の問題が出てくるんでなんかそのサモ,アもうねサモアとかそうやって油断してたあれなんですけど、まあ、なんかそういう感じが僕はしましたで、あのーまあ、かといって2本目ってわけじゃないですよね1.5本目ってわけでもないっていうことなのですごく、えー、といいなんか若くするメンバーだ,っただなと思いますじゃあ見ていきましょう稲垣選手、ちょっと、ね、ここでしばらく休憩ですね。 えリザーブーもしからも外れてますよね、稲垣選手とか完全にもうちょっとね、あれですよね、休憩ですよね、でミラー選手、怪が明けっていうことで、サカってキャプテンがやっぱ引っ張るということで、キズ選手、いつ以来だろう、ウルグアイ戦の、あれウルグアイ戦の2発目あだったかな、うーん、ちょっと久しぶりですよね、でもコーネル戦と、あとワッカーが前回良かったんでね、で 下なんか、ちょっとあの別の動画撮ろうと思ったんですけど、NHK の例のアナウンサーがです、ね、リーチのインタビュー見てて、ね、その記事を読まさせていただいて、まあ、リーチ自体がすごくスタメンに向かって頑張ってるっていう話の記事なんですけれども、なんか下川選手、ベタボメしてましたね。で、ラピースが、あのラブが久しぶりの復帰ということで、まあ、ラブのパフォーマンスがどうなのかっていうのも楽しみですね。いや、もう面白いですね。 ああ、楽しいな。ああ、なるほどね、なるほどね、なるほどねって感じです。で、サイトナウス選手が来て、で、リザーブ中れ選手でしたね。で、中尾選手、待ってましたと。<laughs> ね、どういう立ち位置なのかななんて思って、ね、なかなか、 試合に出れないんでどうなのっていう人も多かったし僕もその人だったんですけどあんまねそこ分かんないところに言うのもどうかなと思ったんですけどまあ中尾選手ファン多いんでこれは嬉しいんじゃないでしょうかという感じで期待してます、あのー、もちろんカラーみんな違うんですけれどももちろんゲームメイキングスタンドオフなんでどうゲームコントロールするか楽しみなんですが僕はやっぱディフェンス見たいですよね中尾選手 もうディフェンスラピュールしてもらいたいなと。なまあいろいろ他にうめえやついるかもしれねえけど、ディフェンスは俺がナンバーワンなんだ、スタンドオフで。なんていうのも見たいななんて思いました。ありがとうございます。<laughs> フィヒタ、頑張れと。<laughs> フィヒタ。いや、なんかね、まあいいんじゃないですか。あーフィヒタ頑張れということと、あの、ワンテンヒーファーは前回ね、なんかいろいろね、言われながらも、やっぱり、 ちゃんと掴み取ってるというところなので今回も期待していますでセンターは不動になってきましたね中村亮とままだというところで中尾の選手とライリーということですねでフルバック山中選手あーでこれリザーブ見るともし仮に中尾選手が怪我とかしたら 山中選手のスタンドオフがあるんじゃないかななんて思いますがいや楽しみですね、だから個人的には1.2本目えと前回できなかった、前回そうですねロシアに勝ってアイルランドに勝ったその次のサモア戦にまあこういう感じで行きたかったんじゃないかななんていう,ふうに思いましたということですじゃあリザーブ見てみましょうえ堀越選手あ、三浦翔吾選手入りましたね竹内選手やった、やりましたねやりましたね あであのワーナー選手がもうリザーブということで、で姫、でこのリザーブ人のこの豪華な感じを、姫の流れ松島と、<laughs> これはもうちょっと、リザーブ豪華すぎだろうという感じで、いやー、本当、あなたたち、リザーブでいいんですかとまあいうところなんですが、あそうそうそう、だからごめんなさい、ちょっと増えてないんですけど、リーチがナンバー8でやってますね。 だから、まあ、タタフがちょっと、まあ、体重また激減したって話なんですけれども、えー、とナンバー8、やっぱマキシはもうちょっとなんじゃないかなっていう気がしててであの姫野選手、タタフ選手になってきた時にまに、あ、リーチもナンバー8っていうのも今回、これ試,、うん、試してるんじゃないかななんていうのは暴露で思いました、うんえー、で野口選手ということでや,やばい、本当にスタンドオフ山中選手しかいねえじゃん <laughs> あいいっすね。 ああ <laughs> どううなるんだろうああいやいやいや、あの中尾選手が怪我しなければいいだけなんであれなんですが、基本的にこれ見ると中尾選手を変えるつもりはないってことですね。だ後半、リーチ、ラブ、下川選手誰かあって、姫野選手入るのか、前さんは多分、全員変わるでしょうと、でロックは多分、どっちか、多分だけど若に変わって。 で斉藤直哉選手と長谷選手変代わってっ、えー、と,となくなの状況を見て松島選手と,、えー、と野口選手をどう入れるかということなので後ろさんウィングフルバックがのリザーブが2人というのもなかなかですねということで,でオーストラリアのメンバーは先ほどツイートしたんですけれどもやっぱり僕、勉強不足で。両ロックが あのファイナルの試合に出て、ザ・チャンピオンシップ2022のオールブラックス戦で出てたっていうこと以外、やっぱり僕、勉強不足なんで、まあ、とはいえ、絶対に今いるワラビーズがそのままメンツのわけないんで、あのあその試合に出てくる、なんか相当気合い入ってるみたいなんで、んそこの選手とかも勉強していこうかなと思います。 あやっぱ期待する選手は中尾選手と下川選手だよなどう考えても見どころはこの2人なんじゃないかな下川選手、中尾選手であとはリザーブ陣というかリザーブという名のもうほぼスタメンでしょうっていうような特に20、21、22のこの3人が、えっと、ちょっと期間空いてますがどう日本代表にコミットするかということなので80分間ずっと楽し,む楽しめるメンバー構成になっておりますということで。 速報をお届けさせていただきました。下川選手、中尾選手、頑張れピィフィター、<laughs> 頼むぞということで、すみません、えーっと、ちょっと速報でお届けさせていただきました。それでは